例えばですね、あなたがどこか目的地があってそこに行きたいときにですね、そこにどうやって行きますか普通はですね、地図を見て、まあそこの目的地にたどり着くまでのですね、ルートを導き出して、最適な移動手段を選択して、その目的地を目指すと思うんですね。まあこれはごくごく当たり前のことだと思うんですよ。そうじゃないと、地図もないしね、 そこにどうやって行けばいいのか、ルートもわかんないってなると、当然たどり着くのは難しいわけです。で、これはまあ、普通に考えれば当たり前のことなんですけど、ビジネスとか、まあ、人生もそうですけど、に置き換えると、途端にこの視点が持てなくなるっていうことなんですね。で、こう、起業した人のまあ多く、半分以上はですね、一年も持たずに姿を消すと言われてるんですけど、 まあその要因の一つにですね、まあ、戦略性の欠如っていうものがあるんですね、何の戦略もなく、ね、始めてしまうから、まあ、いろんなものに手を出してビジネスが破綻するということです。例えば、なんでブログで発信するんですか、なんで YouTube で発信するんですかということですよ。もしすぐにですね結果が欲しいんであれば、ブログや YouTube っていうのは最適な媒体とは言えないんですね。 今日発信したものが明日いきなり大きくね、反応が出るみたいなことは基本的にはないので、まあ街の媒体なわけですね。じゃあ何のためにやるかっていうと、まあ未来の集客のためにやってるわけですね。だからこれは戦略なわけですよ。今すぐ結果を出すためじゃなくて、将来的にまあ自動で集客できるようにするために、コツコツと今のうちから情報発信をするわけですね。だからこれも戦略なわけですよ。 手っ取り早くすぐに成果を出したいんだったら、スピード感のある SNS を選択するとか、あるいは直接オフラインでお客さんを集客するとかね、そっちの方がスピードは速いので、どっちを選ぶのかっていうのは長期戦略なのか短期戦略なのかで考えるわけです。で、この戦略っていうことを考えるときにですね、そもそもいつまでにどのぐらいの成果を出すのかってことを、まずは決める必要があるわけですね。なんとなく、 金持ちになりたいとかね、なんとなく月収100万稼ぎたいみたいな、っていうのじゃ、当然、目的地が定まってないわけですから、ね、そこにたどり着くことはできないわけですから、そもそもどこに行けばいいのかもわからないわけだから、だからまず明確な目的を決める必要があるわけですけど、この目標の立て方、要するに戦略がそもそも間違っている人が結構多いんですね。起業して3ヶ月で月収30万。 起業して半年で月収100万みたいな。ちょっと、まあかなりハードルの高いというかね、無理に近いような目標を設定してしまう。もちろん不可能ではないけども、何の経験も知識もスキルもない素人が設定するにはちょっと無謀に近いような、そういう目標設定をしてしまう。これは戦略性の欠如なわけです。例えば3年間かけてじっくり、 じわじわとビジネスを作っていくっていう風な戦略を考えればですね、3年後に例えば月収30万ね、安定的に稼げるようになってればいいやって考えたら、最初の1年間は収入ゼロでもいいわけですよ。とにかく経験を積むためとかね、信頼構築とか認知拡大のために情報発信に徹するみたいな、そういう戦略が取れるわけですけど、それも一切ないわけですね。で、この戦略っていうのはさっきの地図で言うところのね、 ルートなんですよ。どのルートを通るのかってことです。遠回りするのか近道するのか。近道した方が早く着くけど危険も多いんだったら遠回りした方がいいとかね。それが戦略なわけですよ。で、多くの人がやってるのは戦術、要するに方法論の部分ですね。今 TikTok が流行ってるから TikTok やろうみたいなね。あるいはこうスレッズがこう出てきたからスレッズやろうみたいな。それは方法論なわけです。全体像を見てそれが本当に 自分に必要なのかってことを考えて、あ、必要だなって思うんだったら、やればいいと思うんですけど、そうじゃなくて、単純に流行ってるからとか、なんとなくみんなやってるからみたいな。そういう発想でやると、そもそもそれは戦略性も何もないわけですね。逆にそこに時間を使うことになってしまって、本来時間を使うべきところに、ね、え、リソースを投入できなくなって、むしろ逆効果、足を引っ張ることになりかねないわけですね。 だからちゃんと戦略を組み立てて考えれば、あ、このバイトは自分はやるべきじゃないなとかね、会ってないなとか、見込み客があんまりいないなとかってわかるわけですよ。だからコンサルをつけるときもその辺を考えた方がよくて、例えば、ね、コンサル、とあるコンサルがいて、Facebook しか教えてくれないとかだったら、それは自分の戦略に合っているのかってことです。 その人は単に Facebook の集客方法を教えてるのに過ぎなくて、自分に Facebook は合ってないんだったら、そういうものを教わっても当然成果は出ないわけですね。じゃなくて、人それぞれに、ね、あなたはここでこういうふうにやった方がいいですよとかね。こんな感じでやった方がいいですよっていうのを、まあ、個別にね、組み立ててくれる。それが戦略だと思うんで。10人クライアントがいたら10人全員 Facebook やりましょうとかね。 それはもう、なんていうんですかね、戦略もクソもないというか、当然個性も違えばね、向き不向きもあるし、見込み客のね、えー、どういう人がターゲットなのかとも全然違うわけですよ。だからこう、チっぱ人柄でね、全員が同じやり方でうまくいくわけじゃないんですけど、それは、まあ、戦略がないからですね、方法論の戦術の部分だけ教わるからそういうことが起こるわけです。だから、こう、戦略コンサルタントとかっていうのも全部そうですね。 どういう戦略でやっていきましょう例えば3年後にこういう風になれるように今からこういう風にしていきましょうみたいな。それがまあ戦略的なコンサルタントなわけですけど。だからこういろいろ人に合わせてね、あなたはこうした方がいいですよとかって言ってくれるようなね、人を選んだ方がいいわけです。僕もいろいろ情報発信ね、とかコンテンツ販売をいろんな媒体でやってて、あ、ここはいいなとか、ここは自分に合ってるなってところもあれば、ここは合わないなとか。 ちょっとポジション取るんだったらこっちの方がいいかなとかっていうのは自分でこうね、見定めてやってるわけですね。そこのバランスを考えずにやると、こう、要するにレバレッジが効かせにくい。最小の労力で最大の効果が出るのがレバレッジなので、このレバレッジポイントっていうのを自分で見つけないといけないわけですけど、何の戦略もなくやっていたら、ね、そういったものもなかなか見つからないわけですね。だからひたすらこう、n d l e で電車席を書き続けるみたいな。 ひょっとしたらユーでミとかやった方がね、もっと稼げるかもしれないけど、とにかくひたすら電子書籍書きまくるみたいなことをやってしまったりとかね、するわけです。それは本当人によってね、どこが最適な場所なのかって変わってくるので。だからそういう、まあビジネスをやるときっていうのは、当然、まあ、戦ですからね。まあちょっと表現がちょっとどうかと思いますけど、 そこに戦略なき戦は当然敗北しか待ってないわけですから。ら何のプランニングもなく、ね、目的地も定まってないし、どっちの方向に進めばいいのかわかんないのに、闇雲に走り続けていてもね、当然目的地にはたどり着けないわけですから、ちゃんと戦略的に考える。多くの人がビジネスに頓挫してしまうのは、ここに何の戦略もないからですね。なんとなくこういうのを教わった。インスタグラムの集客を教わったからインスタグラムやるとかね。なんでやるんですかとかね。その後じゃあどうなりたいんですかって。 長期戦略を考えるんだったらすぐに結果の出る SNS よりもコツコツとコンテンツを蓄積していける街の媒体の方が適切だったりするわけですね。ライティングよりも喋るのが得意なんだったら、ポッドキャストとか YouTube とかそっちを選んだ方がいいわけですね。だからそれも全部自分で考えてやる必要があると。だからあんまりこう短期視点で考える必要ってないと思うんですよ。短い視点で考えるとやっぱり難易度が上がるから。 半年間で月収30万作ろうってのは難しくても、3年間で月収30万の状態を作ろうと思ったら結構できると思うんですよ。みんな、早く結果を出すことばっかり考えるんですけど、どうやったら長くビジネスをやっていけるのかなってことを考える人はほとんどいないですね。いかに早く成果を出すかみたいな。 だから、まだ経験もろ人ともあってない人が、いきなりね、大きな、例えば、セールスをバーンってやって、一時的にドカンと売れても、そこで、やっぱり実力が伴ってないからね、クオリティの高いものを出せなくて、信用を失って一発屋で消えるみたいな。それは戦略性がないわけですね。だったらむしろ最初はそういういきなりね、ダーンと高いものを売るんじゃなくて、まずは信用構築のために実力を磨いたりとかね、情報発信してったりとか、いきなり高いものを売るんじゃなくて、まずは安いものから売ってみるとかね。 っていうのも全部戦略なわけですよ。家を建てるときもそうじゃないですか。この家、二日で建てましたって家、不安ですよね。土台しっかりしてんのみたいな。崩れちゃったら嫌じゃないですか。やっぱり高いビルを建てたいんだったら土台をしっかりしないといけないから、ね、いかにこの土台を頑丈にするか、倒れないビジネスを作るためには土台をしっかり作んないといけないんですけど、みんな急いでね、こうビルを建てるから土台がグラグラなんですよ。だから簡単にダーンと倒れてしまう。 そこをしっかりと考えて、どういう戦略でやっていくのか。もし戦略的にやってるんであれば、今この瞬間に成果は出てなくても、あ別に1年後、2年後を見越したね、活動だから、そんなに心が折れることはないなとか、そういうふうに思えたりできるわけですね。だからビジネスをスタートするとき、まあもしくはもうやっている人でもそうですけど、戦略を立てて進んでいくっていうのはすごく大事なんで、そうしないともう常に目先の結果にね、振り回されることになってしまうんだよ。 これはね、本当に気をつけた方がいいかなと。僕自身もやってきてね、非常に感じるところなので、今回ね、この動画を撮りました。